塚原正義、または、武田正治明治21年9月は、幕末の江戸幕府旗本、明治政府の管理。通称、十五郎、唐助、次左衛門の三左衛門。官位は、田島守。祖先は、武田維新で、武蔵国玉軍と所村、下唄国家取軍長寺村などの領地を持つ旗本となった。1860年ワシントン海軍交渉にて、撮影。 塚原正義文政八年、六高四百五十国の旗本、塚原正常の四、男として、江戸牛込にて出生。加英六年に学問吟味に降格し、部屋積みのまま、安政三年外国貿易取り調べ係に、抜擢され、安政六年外国武用支配庁役に昇進。万円元年日米、修行通商条約批准書交換に赴く 新見正まとする、万円元年県米施設に随行した。文久元年8月勝頭、文久2年9月目付、公部所、東取、府、兵道各大砲組の頭を歴任し、元治元年8月5日には初代部となった。この間に、文久3年池田町発見王施設の目付及び、元治元年8月3日には、目付県英国中札講師に任命されたが、 いずれも赴かなかった。源氏2年2月22日には、生死のまま大目付就任。後の慶応2年には、京都にて、外国奉行に就任した。6月29日、環状奉行兼任。その後外国総奉行10月慶応4年2月9日、若年寄並兼務を歴任した。慶応3年、小栗忠正などと共に、兵庫公開校に備え商社を設立して、 福国強兵化に勤めたが、反面長州藩処分は、強行論者だった。戸場、伏見の戦いでは副総督として、幕軍を指揮した。慶応4年2月9日、徳川義信より、戸場、伏見の戦いを指揮した、老中閣、松平正室、若年寄並、竹中主家らと共に免職、都営禁止の命を受けた。同年4月に、 大阪町部行並みだった松本寿太夫と共にアメリカ戦でアメリカに政治亡命した。明治2年6月17日のサンフランシスコ黒に苦しめに彼の記事がある。30ヶ月の亡命生活を送った。明治3年12月に横浜港に帰国しアメリカ領事にかくまわれたが、明治4年4月末に自首し、静岡藩壊す処分。 明治5年2月に大長官から謝面される。その後、武田昌司となお、改めて明治政府に出資した。明治5年10月に博覧会事務官、明治6年1月にお帰国博覧会二級事務官兼務となり、イギリスへ。帰国後、明治7年内務省官業料8等出資、明治8年度を7等出資、同年5月に、 新国に派遣されて産業調査、帰国後11月に大久保俊道内務卿に直接報告。明治9年内務省博物局農業樹林係長。明治11年からコーヒー栽培等の研究で小笠原諸島に渡る。明治14年東京府小笠原市長所長代理。明治15年11月に東京府一等族を辞す。明治21年9月。 東京にて死去。母書は東京都杉並区公園寺の潮流寺。旗本としては異例の若年寄りにまで昇進した人物であるが、慶応4年2月に505名になるまで部屋積みのままであった。1862年より番書調べ書にて伊藤圭介から物産学を学ぶ。若年より山口直樹、伊沢金吾、田辺大地、塚本昭隆。 荒井育之助らと信仰が深く、一緒に洋食のパンやワインをたしなんでいたという、ありがとうございます。